はい、まずはまたねボディにお水をかけます。たっぷりのお水をかけます。はい、続いて、スノーバブルですね。こちらのシャンプーを20ミリ作ります。入れます。これで20ミリね。はい。で、これをバケツに投入、泡立てていきます。最初はジェット。ちょっとの量で泡がねすごいですね、もうね。はい、残りはシャワーできめ細かいのを作ってみましょうかね。はい、これで10リッターですね、完成です。はい、スノーミットをバケツに投入です。ドン。おぉ、沈まない。この泡の高さ。シャンプー界ではもうこれ優勝ですよね。はい、モコモコ泡をね、乗せますよ。すごいよ。はい、洗っていきます。モコモコ。綺麗にね、滑らかにね、この泡がね、ほこりをね、くるみ上げてくれるっていう感じですね。で、これでね、取っちゃいますからね。なんたってこの泡がすごいからね。で、泡もね、落ちない。はい、フロント。ね、泡持ちもね、すごいいいからね。で、この網目にもね、ジャストフィット。ここまで綺麗にね、洗いますね。ここはもう綺麗に。はい、お願いします。本当は泡切れもね、すごくいいですよ。泡切れもね。このバブルシャンプーは、今は、スノーメンのブラックエディションを買わないと入ってこない状態になってるんですけれど、もう近日中にね、Amazon、楽天、こちらで、販売されると思われます。はい、一旦ですね、ドライ、セカンドで拭いていきたいと思います。このドライセカンドはね、持ちやすくて吸収性も高くて、ほんと一発でこうでね、拭いてくれちゃうからすごく楽ですよね。仕上げの時短にね、貢献してくれてますよね。で、細かいところは上を持ってこうね、僕はこういう風にやってます。はい、次にですね、ボンネットとサイドフェンダーやっていきたいんですけど、ディープベース今回、乾式でブラックバフを使ってちょっと、濃いめに爪にやってみようかなと思っております。違いがはっきりわかるかどうかなんですけれど、こちらの向かって左側を、イージーポリッシュで、ブラックバフで、ディープベース、こちらの方で磨いていきたいと思います。同じくね、こっちのフェンダーもね、同様やりたいと思います。はい、ディープベースを塗っていきたいと思います。3点ぐらいでしょうかね。
はい、じゃあこちらのね、下側の方ね、行ってみたいと思います。はい、片面ね、第1回のね、一巡、ポリッシャーね、ディープベース、こちらの施工が終わって、下地処理を完了というところになるんでしょうね。はい、続いてね、フェンダーも行ってみたいと思います。ではね、ここと、ここ、アシュラ施工、行きたいと思います。まあ、5、6滴塗ってですね、はい。はい、右側をきれいに足が、引きました。まあ完全に乾かないうちにですね、拭き上げましょう。さらにツヤ感が増したような気がする。ムラもなし。完成。はい、触った感じはね、もう全然違うんですよ。スベスベ感と、これがね。こう見てみると、ちょびっとボケてる。こっちやった方。背景が若干クリアに出てるかな。ここら辺見ると、こうどうでしょうね。ここ。ここと、ここと、そっちの、届かない。ここか、ここか。はい、実験。こっち、まだ磨きかけてない方。磨きかけた方。で、この二つのね、キャップこれあるんですけど、置いて、滑るかどうかっていうところですね。はい。やってみましょう。同じぐらいのところ置きましょうね。ここね。はい。こっちまだ施工してないこともあります。はい、こっち。ああ。見た？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 もう一回やるよ。止まんないよ。はい、さらにハンディキャップ線ですね。この辺から行きましょうか。ほい。あれ、一目瞭然。はい、さらにね、残りの半面をディープベースで磨いていきたいと思います。ディープベースを使って、イージーポリッシュで、磨いて、で、最終的にアシュラ施工したという動画になります。先ほどもね、ちょっと実験したんですけどね、やっぱり滑りはいいですね。光沢もね、カメラの写りはちょっと悪かったんですけれど、すごく光沢もね、いいんですよ。で、小傷も消えてます。やっぱりベースよりディープベース。これを使うと、より一層、まあ、小傷が取れていくということですよね。
はい、それではね、今日の動画良かったと思う方はいいねボタン、グッドボタンね、コメント、それからチャンネル登録よろしくお願いします。ここ最近ね、チャンネル登録者さんね、去ってってるんですよ。いなくなってってるんですよ。寂しいな。ぜひね、皆さん、チャンネル登録していただければ、次の動画の、またその次の動画、そういったね、ところの作成にも私、励みになるんで、ぜひよろしくお願いします。で、もしコメント欄でね、何かやってほしいことだとか、これはいらないよとかもね、いろいろと意見あると思うんですよ。もう、ザックバラにコメントの方に書いていただければ嬉しいです。それでは今日も見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイナラ。